皆さんこんにちは、ミスターゲイジャパンファイナリストのシトです。実はですね、こちら中間発表の活動報告をさせていただきます。私たちファイナリストはですね、9月から12月まで活動しておりまして、その半分が来たので発表させていただきたいと思います。活動内容は自分のセクシャルゲイについての考えや生き方を好きならに毎日インスタ投稿しております。まあ、その結果はこちらなんですけれども、9月1日から10月15日までの結果でございます。リリースされた数、見た人数なんです、ね、4764回、まあ、先月が163回、8月が163なので、まあ、すごい成長かなと思われます。フォローされた数が57回、いいね総数1544、いいね保存数56回、投票ですね、単純にまあこれだけ見られたらやっぱ嬉しいですよね。で、4000以上アクセスされてるにもかかわらず、やっぱいいねがほどが伸びてないというのが課題です。いいねしてくれている人もやっぱ固定しているフォロワーの新規開拓を目指していきます。で、こちらですね、見させていただいたところ、リーチャル下ネタ系が目につき、いいねでは真面目系に押す傾向があったので、それを踏まえてこちらのランキングなんですけれども、リーチ数がまさかの下ネタ全部で、こちら第1位が肛門が切れ気味で、私は第2位849ケツが切れるって話がまさかの1位です。イメージは結構真面目なものが揃っていて、それを踏まえてプロフィールでアクセスしていただいたランキングはこちらなんですけれども、こちらがですね、2位がそのいざ日に置き換えて性病になりかけたっていう話がまさかと2位にランクインしたのはちょっとびっくりしております。で、最終的にこちらまとめなんですけれども、私こういうのをですねあまり活動してきなかったので、まあいろいろ手探りで試行錯誤してきました。でも、まあこれからですねインスタ投稿を毎日していきたいのと、 LGBT 関連の記事を書ければと思っております。またこういうのを増やすべくですね、リール動画もこれから作成していきたいなと思っております。で、残りの期間が半分となりましたけど、悔いの残らないように頑張っていきたいと思います。本日はありがとうございます。